岡山県新見市役所前にある銅像。これは平成19年に新見ライオンズクラブが認証50周年を記念して設置したものです。こちらの男の子、年は5歳、備中松山藩で財政改革を成功させた備中聖人山田報国です。そして幼少の報国に儒学を教えているのは儒学者丸川松陰です。丸川松陰は江戸時代に新見藩に仕え、藩校至聖館の学長として17年間新見の地で子弟の教育や藩政改革にあたった人です。丸川松陰の祭たるや当時幕府の学問所昌平校の教授に誘われるほど世に知られたものでした。しかし松陰はその誘いを断り、新見藩へ仕えることを選びました。なぜ松陰は高位高官の道を断り新見藩へ仕えることを選んだのでしょうか。丸川松陰は宝暦8年1758年、当時新見藩の飛び地であった備中の国浅口郡西八村、現在の倉敷市西八町に生まれました。33歳で大阪の中井竹山の私塾開徳堂に入門し、本格的に学問に打ち込みます。門下生の中でも抜きん出ていた松陰の名声は世に知られるところとなり、老中松平定信から幕府の学問所昌平校の教授にと誘いがありました。ちょうど同じ頃、新見藩の五代藩主関長信から藩校至聖館の学長に来てほしいという要請があります。松陰は次のように返事をしています。私の家は代々新見藩に仕えており、訳あって父は史跡を脱しましたが、殿様への恩は少しも忘れたことはありません。あえて他へ仕官する気持ちはありません。松陰は名声よりも中高の道を選んだのです。そして松陰は新見の地へ赴き、死生館の学長として、また私塾も開き、山田報国をはじめ多くの子弟の教育にあたりました。54歳まで17年間新見藩に仕え、藩政改革にも参与しました。藩校死生館の後は現在新見市立市政小学校になっています。市政小学校の敷地内には丸川松陰の顕彰碑が建てられています。これは昭和4年に有志が集まり、松陰先生を称える会松陰会を結成して建立したものです。碑文は開徳堂で共に学んだ陽明学者佐藤一斉が書いたものです。碑文には寛政年間は世の中の道徳が乱れ、学問が横道にそれてきた、その中で丸川松陰こそ正しい道を広めた数少ない学者であると書かれています。晩年は故郷の西八に戻り、家塾を開いて子弟の教育にあたっていましたが、天保2年1831年74歳で亡くなります。松陰は現在西八町の極楽寺に眠っています。また新見の子弟たちが松陰の死を悲しみ建てたのか、新見の雲護寺にも松陰の墓があります。現在新見ライオンズクラブが丸川松陰の顕彰活動に力を入れています。松陰についての冊子を作り、小中学校に寄付をするなど、郷土の偉人丸川松陰とその教えを次世代に伝えています。